った？こっちだって。あった。うん。強力なねやつ買おう。取れないような。うん。そうだね。超強力ってのを買っていこう。はい、あとはボンド。はい、ボンドです。ねえ。リミもボンドいるの？リミボンド欲しい。うん。うちにないんだよね、ボンドね。ママもでも、ボンド買っとかなくちゃ。私そっからにします。え？あ、これもボンド？こういうボンド持ってきてる人いる学校に、うん、あ、いるんだ。そっちにする？スティックタイプ。はい、よし、じゃあセリアではこんなもんかな、買うものは。そうだね。うん、行きましょう。はい、結びました。編み込みしてちょっと汚いけどピン止めました。ね、ちょっとね、長さ的にね、外羽がなってきちゃってこんな感じに。ちょっとね、家出るときバタバタして結べなかったから OK ですか。とりあえず行ってみよう。うん、とりあえず行ってみよう。スヌーピーあるじゃん。スヌーピーが好きだからスヌーピーもいいよね。すごい、スヌーピーがいっぱい。かわいいね。こっちの雑貨もね、こっちの文具も全部スヌーピー。あ、文具も全部スヌーピー。そう、すごいよね、かわいい。ぬいぐるみとか。スヌーピーってすごいさ、長いよね。バーバもね、スヌーピー好きなんで、実は。そう。バーバね。じゃあ、リミちゃん選ぼっか。下に文房具とかさ、かいい細かいのあるよ。お？筆箱かわいい。筆箱かわいいね。筆箱にする？文房具にする？何が一番喜ぶかな？鉛筆もこれ全部スヌーピー？多分。すごい。本当だ、スヌーピーだ。かわいいね。全部ここで揃うんじゃない？キャップとかもここにあるしね。うん。こういうメモもかわいいよね。え、次の学校ってさ、うん、行くんでしょ？そうだよ。B かな。あ、大体の学校はさ、B かさ、2B だよね。私 HB だ。でも HB とかさ、高学年になるにつれてみんな結構使っちゃってるよね。シータもそうだけど。雑貨も可愛いけどね。タオルとかもいいかもね。ずっと使えるし。ね、学校とかでも使える。うん。リミはもうこの引き出しが気になってしょうがないっぽいけど。さっきからずっとこの引き出し。ちょっとね、今お菓子見てきたんだけど。うん。なんか瓶みたいなやつじゃなくて、あれじゃなくて、うん、なんかクッキーみたいなのがこういう感じでさ、うざあった、こういう感じのさ、うん、オレオみたいな包みのクッキーみたいなのが一つあって、スヌーピー、そう、スヌーピー、でもなんか瓶みたいなのはなかった、そうか、瓶のクッキーみたいな、で、あと、もう絶対瓶にはないと思うけど、うん、お風呂、あー、バスグッズ、そうそう、にスヌーピーが2種類ある、リミは絶対そういうのあげる。そうだね。まあでも入浴剤も可愛いけど、小3だからね、相手がね。そうだよ、小3ちょっと。やっぱ文房具とかこういう雑貨とかの方が喜ぶかも。タオルいいんじゃないと思うけど。うん、タオルか文房具とかがいいかもしれないね。うんうん。なんか筆箱の中にリミが選んだ文房具を詰めてあげる。うんうん、これ2種類。かわいい。これ何？この前もバスギフトだから。へ、あ、なるほどね。入浴剤かわいいね。でもね、すごい、スヌーピー超いっぱいあるじゃん。あとこれ、あ、これね、こことここは種類違うかなと思って。かわいい、かわいいね。お菓子は？あ、
可愛いね。なんかヨーグルトみたいな感じのさ、うん、みたいな。それが3種類。可愛い可愛い。探したところ瓶みたいならしきものはなかった。うん。やっちゃったんだね。可愛いよね。これも可愛いかなと思う。いいね。いいね。これ可愛い。可愛いなと思う。これは喜びそうだね。ね。この辺はコップだね。ね、コップ。リミ、この辺コップだよ。うん。コップも可愛いね、こういうのとか。ね、なんかラッピングされてたから、うん。そう、ちゃんとね、ラッピングされてるから余計に。ね、可愛くなっちゃう。うん。7。お弁当箱とかはな、わかんないもんね。使うかどうかね。ね、でもスヌーピーグッズって探すといっぱいあるんだね。ね。こういうカバンとかもね。トートバッグとかも何気に可愛いね。可愛いよね。うん。トートバッグ憧れてんの。憧れてんの。どうする？あ、これ可愛いね。そっち可愛いね。あ、使いやすそう。どうする？こう見るといっぱいあるのね。ね、すごいすね。筆箱だけでもめっちゃいっぱいあるね。そうよね。可愛い。まだ1店舗目なのに。うん、本当。可愛い。これムーミンだ。ムーミン、うん、ムーミンもあんだね、ここに ね、 ね、こういうのもね、なんか可愛いけど、どういうのが好きかわかんないけどね。ちっちゃい消しゴム、うん、かわいい。これはこういう消しゴムに、あと鉛筆とかにする。それか、あとこういうね、メモ帳とかもかわいいし、文房具がいいかな。青いやつ？これ？それかわいいかな。それにする？うん。黄色もかわいいよ。黄色とこれ？うん。それもかわいくない？これにしようかな。うん。なんか黄色かわいいよね。うん。それにする？あと鉛筆も入れる？うん。鉛筆2本ぐらい。鉛筆、うん。鉛筆。どれがいいかな。色合わせて、そういう水色系にしとく。うん、水色と黄色。ああ、水色と黄色1本ずつ。どう？うん、いいと思う。ちょっとこれ。うん。定規ね、これかわいいね、これ、うん、カラフルで、この筆箱にも合いそうだし、で、鉛筆と消しゴム、あ、いいんじゃない。で、あとお菓子を添えましょう、りみちゃん。そうだね、うん、さっきね、しょうちゃんが探してくれたやつ、かわいくない、これ。かわいい。これ1個さ、添えたら喜びそうじゃない、お菓子、うん、どれがいいかな。やっぱチョコかな、定番の。チョコか、こっちの黄色いレモンクリームかな、これ。こっちがストロベリーで、こっちがチョコ。チョコがいいかな、定番の。チョコが一番いいかも。そうだよね。じゃあこれにしましょう。はい、決定。お、ラッピングしてもらった。かわいいね。ええです。え、しーちゃんだって今日厚底だもん。可愛いでしょ。え、これはエレベーターに乗ってるからでしょ。誰か。あ、エスカレーター。すいません。すいません。そうです。本当だ。あ、ああ。買ってく？え、待って、でもいちご大福でもないかもしれないよ。そうだね。気をつけない。いちご大福が美味しかったの前。そう。そう、いちご大福が良かったよね。いちご美味しいな、うん、だんご三兄弟。私の友達が良かった。え、だんご三兄弟流行ってんの？私の友達よく歌って